はい、小林です。釣り座ですね。大会の釣り座、これです。クラブハウスから、真正面、この石がスタートですね。はい、こっからですね。ずーっと、ここずーっと。一応、横坂さんの方が、あんまり差がない釣り座を選んでいただきました。ずーっとここですね。ここ。今は近場に結構魚いますけど、当日はどうなるかわかりません。鯉もいます。水車は当日止めます。はい。まあ、横坂さんは投げた方がいいんじゃない、遠くに投げた方が安定するんじゃないかと言ってました。で、そこの椅子。この丸太の椅子ですね。この椅子までが、釣り座になります。いいですか？その丸太の椅子から、タックルボックスとこまでですね。はい。ここで、二組に分かれますね。二組というか、まあ、いっぺんにこの間で15人ぐらいかな。今のところ15人ぐらいかな、一組が。になりますんで、結構余裕あると思います。はい。一応こんな感じで。で、まあ、明日、明後日大会なんですけど、今ちょっと投げてみますけど、もう今、夕方の4時なんで、あまり参考にならないかなと思います。ただ、前日放流していただけるそうなので、前日の夜、放流していただけるそうなので、朝方はすごい釣れるみたいです。はい。まあ、ここは来るたびに表層だったり、ボトムだったり、手前だったり、奥だったりするんで、なんとも言えないので、あまり参考にならないと思いますが、ちょっと今から1時間だけ釣りたいと思います。はい、釣り座でした。